続いて登場してくるのも地元のアメリカ勢になります。18歳のクリスティーナ・ガオ。まあ、そういった意味で言うとこの人も、まあ、今年この秋ハーバード大学に入学をしました。カナダで羽生選手と同じブライアン・オーサーに指導をかつて受けてましたけれども、アメリカに拠点を戻して迎える新しいシーズンになります。去年は中国大会で5位に入りましたクリスティーナ・ガオ。クローズ・ウィズアウト・タッチング、クリスティーナ・ガオは最初に3回転3回転のコンビネーションジャンプを予定しています。トリプルトーループ、トリプルトーループ、きれいに決まりましたね。大きな拍手が起こりました。ダブルアクセル、ステップシークエンスもとても綺麗だったと思います。なんだかこの曲の世界にピタリとハマるような演技を見せてくれましたクリスティーナ・ガオです。本人もこの笑顔。いや、拍手も一層大きくなりますね。そうですね、とっても良かったと思います。どのあたりが一番印象残りましたか？ジャンプが非常に安定していたことと、はい、スピンもとても丁寧にできていた、ステップもとても丁寧だった、はい、うん、一つ一つの要素が音楽の流れを止めることなく、うん、全て確実に行われていましたので、うん、プラスの点がつくものも多かったと思います、はい、これは最初のコンビネーションジャンプですね、はい、ジャンプのランディングも流れていますね、ダブルアクセルも良かったです。最初にジャンプを2つ続けて、このトリプルループは演技の後半、今シーズンからショートプログラムも演技の後半に飛んだジャンプは得点が 1.1 倍1割増しということで、若干のルール変更がありました。そうですね、今まで
そういったルールがなかったので、もう最初にジャンプを3つ飛んでしまって、最後の方にスピンがまとまってという構成も多かったんですけれども、ルール変更になって、あのバランスという意味でもとても良くなったと思います。中にはあの小塚選手もそうでしたけれども、前半はジャンプ一つで後半は1分25秒以降という細かくはなってくるんですが、そこからジャンプを2つ持ってくるというような選手も出てきています。クリスティーナ・ガオの得点が出ました。実点は 31.01、 演技構成点 25.62、 トータルは 56.63。2人を終えてクリスティーナ・ガオが現時点ではトップに立ちました。